皆さんこんにちは、星の子です。今日は2017年上半期の私の中のベストコスメを紹介したいと思います。で、プチプラとデパコスでちょっと分けて紹介したいと思うので、最後まで見ていってください。それでは早速スタート。プチプラコスメからいきます。まずはこちら、インテグレートのボリュームバームリップです。詳しくはこれだけ あのレビューした動画があるので、こちらのカードを見てくれると嬉しいんですけど、これは本当にすっごい使いました。1週間のうち4日はこれ使ってますっていうぐらい使ってます。で、これは5本持ってるんですけど、一番お気に入りな色が OR381 番です。これちょっとビビッドオレンジみたいな色のリップがすごい使ってました。塗ってみるとこんな感じの色です。オレンジなんですけど、ちょっと明るめのビビッドのピンクにも見える。本当に保湿力があって、ボリュームバームっていうだけあって、本当にボリュームが出てトゥルンとした唇になります。本当に時間経っても落ちなくて、重ねれば重ねるほど唇に残ってくれるので、あんまりお直しする必要がない。これは本当にお気に入りです。そして次にこちら、セザンヌのグロスアップアイシャドウ、この02番のピンクブラウンってやつ。今日もこれを使ってアイメイク仕上げてるんですけど、ちょっと使いすぎてね、蓋が壊れてますまずこのピンクをアイホールに塗って、このブラウンをこのチップで目の際と下まぶたに塗るんですけども、それだけですごい可愛らしい目元になって、濡れツヤアイメイクが今年流行ってると思うんですけども、まさに濡れツヤに仕上げてくれるので、ほとんどアイメイクはこれで仕上げてました。安いのにこんだけすごい綺麗なキラキラが出て、かつ可愛らしいアイシャドウなので、すごくお気に入りでもう使ってます。そして次はこちら、キャンメイクウィンググローアイズの03番っていう色なんですけど、これはベースとして使ってるんですけど、こうね、チューブタイプで指に出して、紫でちょっとシルバーのラメがこう輝いてるものなんですけど、ピンクのアイシャドウとか、ちょっとブルー系とかブラック系のアイシャドウをのせるときにこれをベースで使ってます。すごいツヤツヤで可愛いです。そして次こちら、資生堂のスポーツカバーファウンデーションの C の2番。本当にこれは今年お世話になりました。濡らしたスポンジでこれをちょんちょんちょんとやって、ファンデーションと混ぜて肌にこう置くと、もう完全にシミも吹き出物も全て完全にカバーしてくれるので、ちょっと産後で肌が荒れやすくて困った時には悩みを改善できるので、これには本当お世話になりました。これ単体だとすごい硬いテクスチャーなので、ファンデーションと混ぜていつも使ってます。で、崩れにくいっていうのもすごくいいので、今年の夏もすごく使えそう。これもお気に入り。そして次、デパコスなんですけど、いつも間違えるまず1番目、こちらイブサンローランのボリュプテティントバームっていうやつ。すごい話題にこれなりましたよね。見えないんですけど唇のねマークがあるやつ。これを3色買ってて、私は9番と2番と12番しか持ってないんですけど、私が一番お気に入りなのは12番。これ以前のこっちティントタイプでないものも3本持ってるんですけど、ちょっとこっちはね、あの唇のかさつきが時間経つと気になるなっていう感じで、なかなか使えなかったんですけど、もうこれはそういうこともなく完全に保湿力がアップ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 してて、もうね、一回塗るだけでプルンプルンになって、重ねれば重ねるほど唇に残ってくれるので、インテグレートの次にすごい頻繁に使うリップ。これもお気に入り。ちょっとこんな感じで、ちょっと赤紫ピンク、ちょっと赤寄りのビビッドピンクみたいな、落ち着いてる赤だけどちょっと華やかな赤ピンク。次はこちら、これはマックのミネラライズスキンフィニッシュのソフトジェントルっていう、こういう色なんですけど、ちょっとねライトで光飛びすぎて見づらい、ちょっとごめんなさい。すっごいね、これ買ってよかった、本当によかった。これはもうこの目の下とか頬骨のところに塗ると、もう分かりますか、このツヤ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 って、元
ともとこういう肌なんじゃないかっていうぐらいのきめ細かいなんかこうツヤ感が出るので、すっごいおすすめで、すっごい気に入って使ってます。夏のなんか日焼けした肌に似合いそうなハイライトっていう感じ、本当に。そして次、こちらディオールのスキンフォーエバー&エバーベース001番。これメイクアップベースなんですけど、これはほんとよれない。すっごいこれ肌にフィットするし、このベースを塗った後に塗ったファンデーションが本当に塗りやすい。今年の夏ベースはこれ使おうかなって思ってます。そして次が最後です。ちょっといろいろ映る、これこちらなんですけど、こちらはディオールのカプチュールトータルパーフェクションルースパウダー001番。フェイスパウダーで最後の仕上げにこうね、のせるお粉。今まで出会ったフェイスパウダーの中で一番感動したもの、何がいいかって肌のデコボコがなくなるんですよ。これでもう肌の表面がツルってなるんですよ、これだけで。で、ある程度こうファンデーションとコンシーラーで整えた後に、それでも私は肌荒れがひどい時はカバーできない時があるんですけど、これを上から塗るだけでもう完全にカバーされます。なんでだろう、ただのフェイスパウダーなのにいろんな効果がある。これは本当買ってよかった。ちょっと高いんですけど、本当高いだけある。本当にもうこれは手放さない。はい、という感じで以上になります。上半期すごい使ったなって思いつくものを集めて、でこれからの夏も使えそうだなっていうものを紹介したので、何か気になるものがあったら参考にしてみてください。この動画が少しでもいいねって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。